はい、こんにちは、森です。はい、こんにちは、太田です。今日は iPhone 最初にあのおやつなしですか。はい、そうですね、はい、おやつがもうネタ切れです。食レポ下手っぴりの問題、はい、これしかないですこれしかないですはい、はい、ということで今回は iPhone で iPhone なんだっけ、11新しいやつ。そうだね、あのだけどあの3つ目じゃないやつ。そう、タピオカじゃない方ね、じゃないやつ、うん、で、あの星空、はい、なんか連チャンで続いてると思いますが、はい、星空のまた星ネタですやつを撮ったので、はい、それのまあがなんつうのカメラの性能か、うん、要はカメラの性能について話してみようかなと思います。はい、で星を撮った写真は空いてるスペースそっちかな、かな、そのこの辺か、そう、そこにか、うす、うん、たま、うさたまがいるな、うさたまのあたりにかぶせて多分出すかなと。いなくなっちゃうね。はい、ちょっと隠れちゃいますが、はい、と、はい、いうことで話していこうかなと思います。はい、早速じゃあ画像をポンと出して、はい、OK です。出ましたかね。出ました。はい、まあ、この写真なんですけども、うん、iPhone11 で撮ったものになります。はいはい、すごいのが本当に一昔前のスマホだと、まあ、まずそもそも写真って映んない、映んないじゃないですか。で俺の携帯があれだからAndroid だからそもそも俺も映らない。そう、今ですら映らないのに、なんか、うん、あの iPhone ではいろいろ、まあ、AI の技術もあるんですけども、そう、ね、まあ、カメラの進化と、あとそもそも中身の AI の進化で、うん、写真が星でも星の写真が撮れるようになりました。うん、はい、でその方法としては、まあ、具体的に言うとあのナイトモードっていうのを、はい、iPhone が搭載したんですね。はい、あと Google の、Pixel の方でも搭載してる機能にはなるんですけども、どっちが優秀だか早く分かんないね。そう、まあ、その両方をね、そういいからね、持ってればいいけど、ピクセルを触ったことないからね、いかんせん。ピクセルも相当やばいってのは聞くんですけど、聞く。iPhone だと、本当に暗いところだとナイトモードとか選べるんですよ。はいはいはい、選択肢で ね。これ画面は見えないよね、多分ね。はい、暗くないから見えないね。はい、ナイトモードって出るの？ナイトモードのマークがあります。へ、じゃあスクショした画面を出して、はい、ここに出しておきますね。でここにあの黄色い、まあ、なんかマークで、まあ、iPhone 使ってる人はよく分かる、何秒って出てくると思うんですけど、うん、この秒数で、うん、こうじっと待ってる、うん、iPhone を構えてシャッタースピード的な、そうだね、リズム的にはずっとこうグッと、待ってる時間があります。そうなんだ。で暗いところほどその時間が長くなってマックス10秒です。で、あの星はマックス10秒でこうじっとこうやってピンって取って、うん、構えて、構えた状態になります。でそうすると結構、まあ、ちょっとね細かいところ見ちゃうとノイズとかは結構激しいんですけども、うんうん、ただまあ普通に撮れてしまうと、うんうん、オリオンだとかもはっきり映ってるので、うん、だいぶ優秀な、機能かなと思います。すごい、はい、なのでこれからの時期だとね、あのクリスマスのイルミネーションだったりとかで、はい、あとは結構花火でも使えます。はいはい、はい、打ち上げ花火ですね。シャッタースピードね、遅くするといいもんね、花火ね。そう、花火は勝手にナイトモードになるので、うん、結構いい感じで撮れます。うんうん、なのでぜひこれから年末年始含めいろいろなイベントがたくさんあると思うので、はい、そうね、はい、iPhone を使っている方はぜひ有効活用してみてください。はい、裏技的な感じ。そうだね、裏技的な。使ってる人は使ってる。そう、使ってる人は使ってる。なるほど。でも普通は使わないよね。そうだね、タバチがめちゃくちゃかないそう、とりあえず固定しなきゃダメっていうのは間違いなく、そう、脇をこう締めて、脇締めて、こうやってどっかにこう台を置いとけばこうやって、はい、あとまあ一個注意点としては、あの広角モードでは使えないっていう。おお、そうなんだ。そう、あの普通の結構アップになっちゃうと1倍から、あ、 0.5 倍はもう無理、聞こえ、使えなくて、使えないんだ。で1倍から、まあ、普通の1倍になってから、はい、感じから使える形になってますので、はい、マックス10秒、ご注意ください。マックス10秒です。はい、ぜひ使ってみてください。はい、使ってみてください。なんで撮ったの？こうしちゃったはい、じゃあ今回は iPhone の11のカメラのご紹介でした。はい、だいぶかなり遅いレビューですが、グッてちょっと裏技的な感じですかね。はい、っていう感じで今回は以上です。はい、バイバイ。